また自分の新しい扉を開くことができたような気がして、そのキャラクターのそれぞれの性格であるとか持っている、まあ、今の状況であるとか心情であるとか、そのバックグラウンドを生け花を通して伝えたい。まあ、なかなかその前例がない話なので、本当にはどうしようと思って、初代家元の言葉なんですけれども、花は生けたら人になるっていう有名な言葉があるんですが、作品を生ける時には私の思いであるとか自分の発想であるとか、そういったものを花を通して表現するんだ、見ている人に伝えたいっていう思いですごく生けているので、3ヶ月間の連ドラの中では擦り切れるほど脚本を読んで本を読んで自分の中に感情を一回入れてみて、その気持ちのまま花を見た時に何の花が目につくか、その気持ちに形をつけていく、それをやることでものすごく自分の中でも驚くぐらい新しい表現ができたんですよね。こんなにいけばなの可能性があるんだっていうことに改めて気づかされた。